岩渕智君。日本共産党の岩渕智です。3人の参考人の皆様、今日は本当にありがとうございます。貴重なご意見をいただいております。まず川田参考人にお伺いしたいんですけれども、陳述の冒頭にですね、経団連の、法令遵守についてのスタンスということでお話があったかと思うんですけれども、ただ一方でその経団連の役員企業による、カルテルであるとか談合が後を絶たないという、残念な事態が続いているという実態もあります。で、独占禁止法違反を繰り返さないということで、経済界を挙げて、カルテルや談合を、根絶させる、なくす。で、そのために、経団連が果たす役割っていうのは非常に大きいと重いというふうに考えているんですね。それで、自浄能力を、発揮してぜひとも防止していただきたいという思いでいるんですけれども、参考にいかがでしょうか。川田参考人。はい、ありがとうございます。残念ながら経団連会員企業におけるバート金法違反事件とあるのは事実でございまして、非常に残念に思っておりますが、経団連といたしましては、まずはその独禁法を遵守するという独禁法の教育であるとか、あるいは独禁法改正になった時のその解説を独禁法公正取引委員会の係員に出席いただいて、それを会員企業に知らせるであるとか、そういうような活動をしておりますし、また先ほど冒頭申し上げました企業経団憲章でございますけれども、これを会員各社員に対しましてですね、遵守しようという呼びかけ、これを毎年行っているという状況でございます。ただ先ほど申し上げたように会員企業はそれを噛み砕いてこれ社内に展開するわけでございますけれども、経団連というよりも各企業が責任を持って、その ESG、CSR の観点からですね、社内で起こさないという運動を起こすということが私どもは重要かなと思っております。以上でございます。岩渕智君。はい、ありがとうございます。次に村郷参考人にお伺いしたいんですけれども、課徴金制度は、違反行為を抑止するために導入をされたもので、先ほど来もあるように、そうは言っても、基本算定率が、原則 10% ということになっていて、で、現行の制度では、平均的な不当利得債も徴収することができないと、こういう実態もあります。で、今回の改正について、先ほど参考人が一歩前進だというふうにおっしゃられて、そういう側面もあると思うんですけれども、今後の課題として、算定率を引き上げるということもね、あり得るのかなというふうに思うんですね。で、先ほど松下参考人からも算定率もうちょっと上げてもよかったんじゃないのかなというご意見もあったんですけれども、この算定率を引き上げる必要ということについて、参考にお考えがあればお聞かせいただければなと思います。浦子参考人。はい、今回の改正で随分課徴金の水準は高まったとは思っておりますけれども、やはり海外での課徴金が、だいぶ多額なものがあるというのも聞いております。ですからこの 10% が十分であるとは思っておりません。今回新たな制度になりましたら、その制度の運用状況を見て、やはり引き続き検討していっていただきたいと思います。岩渕智君。はい、ありがとうございます。海外との話もありましたけれども、本当にちょっと大きな、差があるのかなというふうに思います。で、もう一問裏語を参考人にお聞きするんですけれども、課徴金減免制度が適用をされた事業者について、制度がスタートした当初は申請者が公表してくれといった時にだけ名前の公表してたんですけれども、法の運用の透明性を確保するという観点で免除事実と、減額率などを一律に公表するということになりました。で、その透明性を持った制度にするっていう観点から、調査協力減産制度 の、 運用実績についても事業者の同意があるかないかにかかわらず公開をして、実績を評価して検証に生かす必要があると思うんですけれども、参考人がどのようにお考えかお聞かせください。浦郷参考人。はい、そこの透明性ということで公表ということですよね。
できるならば公表すべきと思います。で、大事なのはその違反を認めて協力して実態解明する、その後やはりそこの事業者が自分たちの事業をどのように改善していくかというところだと思います。その後の事業者の姿勢かなというところも消費者はきちんと見ていると思いますので、そういう部分で事業者名も含めて明らかにできるところは公表していただきたいと考えております。岩渕智君。この調査、ね、協力減産制度に関わる規定については公正取引委員会がパブリックコメントを経て、ガイドラインを整備するというふうに聞いているので、国民の皆さんの意見をしっかり聞いて、やっぱり国民から見て透明性が確保されるということが重要だなというふうに今の意見も聞いて改めて思います。で、次に土田参考人にお伺いするんですけれども、先ほど来出ているいわゆる GAFA と呼ばれる巨大なデジタルプラットフォーマーのデータ独占に関わってお伺いしたいんですけれども、欧州委員会が Google に対して、2017年の8月には、検索エンジンによって市場支配的地位を乱用することで、自社の比較ショッピングサービスを違法に有利にしたということで、24.2 億ユーロの制裁金命令を制裁金の支払い命令を行うと。そして2018年7月にはスマホメーカーに対して、Android OS と自社検索アプリやブラウザアプリの違法な抱き合わせを要求をして市場支配的地位を乱用したということで 43.4 億ユーロの制裁金の支払い命令を行うと。そして2019年の3月には市場支配的地位を乱用して、競合他社が第三者のウェブサイトに、検索連動型広告を掲載することを妨げたということで、14.9 億ユーロの制裁金支払い命令が行われています。で、これを受けて5月14日付の日本経済新聞の中で京都大学の川浜昇教授がですね、これらは、支配的地位をてこに隣接市場での競争を制限して配達契約や抱き合わせを通じて参入などを阻止する行為であり、市場支配的地位の乱用の排除型に属すると。で、日本の独占禁止法上も規制されているというふうに書かれておりました。で、EU で起きていることは日本でも同じことが起きているし、 EU と同じように対応することができるんじゃないかなというふうに考えるんですね。で、公正取引委員会が情報は財だと、そしてデジタルプラットフォーマーと消費者の間に取引が生じていると、で、独占禁止法の対象になりうるんじゃないかということで、今その考え方の整理であるとか実態調査が行われています。で、杉本公正取引委員長もこの間の雑誌であるとか、新聞のインタビュー記事なんかを読みますと優越的地位の乱用に当たるんじゃないかというふうにおっしゃってるんですけれども、で、この、優越的地位の乱用という言葉が、出てくるわけなんですけれども、もちろんケースによると思うんですが、これに限らず、私的独占とか、いろんなケースが考えられると思うんですね。で、これについてちょっと参考人のご意見を見解をお聞かせいただきたいんですけれども。土田参考人。はい、ありがとうございます。欧州委員会がGoogle に対しましては、今先生おっしゃった通り3件、決定を出して、制裁金も課しております。で、これは欧州運営条約の102条の禁止に違反したということで、市場支配的地位乱用ということでございます。で、市場に一定の、80%、90% ですね、一定の市場において支配的地位を占める Google が他のより競争的な市場においてその力を乱用する、地位を乱用するということで、抱き合わせ等の行為、乱用行為があったということで、違反を認定して制裁金を課した、こういうことだと承知しております。で、同じことが日本でできないのかというご趣旨かと思いますけれども、まさに先生おっしゃったとおりケースバイケースということになるかと思います。つまり日本の市場支配的地位乱用に
相当する日本の独禁法の規定は私的独占というものでございます。これ25項に定義がありますけれども、他の事業者の事業活動を支配する、あるいは他の事業者の事業活動を排除するという行為要件が入っております。ですので対事業者に対してですね、そのプラットフォーマーが対事業者に対して支配するとか排除するとかいうことがあれば適用する可能性はあるわけでございますけれども、消費者に対して、消費者に対してユーザーに対してその不当その個人情報をですね、不当に収集するということになりますと、これは相手方が事業者ではありませんので、そこのところは私的独占ではいけなく適用できなくて、そして US 的地位乱用でいくしかないんだと思います。 US 的地位乱用の場合は取引の相手方ということですので、要件的には難しい、いけるということだと思います。ただ公正取引委員会は今まで、消費者に対する US 的地位の乱用というのはやってこられてない、そういう形では公正取引委員会事件取り上げておられませんので、今回もしも消費者ユーザーに対する個人情報の収集を US 的地位乱用ということでやるすればですね、これはかなり画期的なことになるのではないかというふうに思っております。お答えになったかどうかちょっとわからないんですけれども。岩渕智君、はい、ありがとうございます。次に浦郷参考人と土田参考人にお聞きするんですけれども、いわゆる弁護士依頼者間の秘匿特権についてお聞きしたいんです。で、これまでになかった制度だということで、今後、本制度の対象範囲の拡大について早急に検討するというふうになっているんですね。ただその今後の在り方として、先ほどお二人からも、運用を見てというご意見もありましたし、慎重にというご意見もあったかなというふうに思うんです。でその今後の在り方として、拡大ありきということではなくて、検証そして総括がまず必要なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、どのようにお考えかお聞かせください。浦郷参考人。先ほども申し上げましたように、やはり欧米の方で秘匿特権が一般的な権利として法全体で認められているというところで、そのようになった場合、やはり悪質商法のところでそういうのが乱用されてしまって、消費者被害の回復が遅れたりとか、本当私たちの生活に悪影響が出ると思います。でやはり欧米の方では消費者の権利救済の仕組み、例えばクラスアクション制度とか3倍額訴訟制度というものが整備されているということを聞いております。その意味でバランスが取られているということですので、今後拡大していくという場合には、やはり法全体のところでのバランスというのをきちんと見ていただくということが重要ではないかなと思います。本当に消費者関連の法律の方にも影響が及ぶようなことになりますと、消費者の権利が損なわれることになりますので、そこら辺を慎重にということでお願いしたいと思います。土田参考人。はい、ありがとうございます。この不当な取引制限の行政調査に対してだけ、秘匿特権が導入されたというふうに承知されると、予定だということだと承知しております。で、それを独禁法の中でも私的独占とか不公正な取引方法ですとかいうところまで広げていくのか、あるいはもう独禁法だけではない他の法令にも広げてくるか、いろいろどこまで広げるかという議論はないわけではないと思いますけれども、今先生おっしゃった通り、私はこの不当な取引制限に導入されて、そしてどういう運用がなされるかということを慎重にですね、見ていく、その上で判断するということが必要ではないかというのを思っております。岩渕智君、ありがとうございました。以上で終わります。